ここもショートコーナー、国吉、そして山形が中に入れたボール、ヘディングシュートが決まりました。佐々木陽次のヘディングシュート、富山先制です。佐々木陽次2試合連続のゴールになります。ショートコーナー、国吉につないで山形のクロス、ヘディングシュート決めたのは佐々木陽次です。佐々木陽次は2試合連続ゴール、今シーズン4ゴール目になります。うまくフリーになって決めていきました。